よっ、お前ら元気か。俺だよ。デュエマーを俺は昔よくやっててよ。それを思い出したくてデュエプレっつーの入れてみた。ちなみに俺はアルカディアスがめっちゃ好きだった。かっこいいよな。うわ懐かしい。うわクリスタルパラディ懐かしい。いやアルカディアスにバロムにホワイトドラゴン。いやでも俺ここボルシャックドラゴンじゃねえんだな。楽しい、もう楽しいもん。パワーアタッカーとか懐かしい。懐かしいね、パワーアタッカー。うわアクアガード懐かしい。懐かしいアクアガード。バトルゾーンのクリーチャーを進化させて、お進化もちゃんとある。うわ懐かしい。テンション上がるな。俺やっぱりアルカディアスが一番欲しいな。あのクリスタルパラディンかっこいいよな。決まったらかっこいいけど俺昔決まったこと一回もなかったわ。うわ懐かしいカードばっかり。こいつそう懐かしい、かわいそうだなってよく思ったんだよな。なんでこいつ毎回死んでんだろうと思って。うわでも懐かしい、バルキリードラゴン。えい、さあなんか虹みたいなの出たぞ。レアってことか。しばっ、わあ。じゃあ最後に開けよう。うわ、ブレイズクロー、懐かしい。可能なら毎ターン攻撃する。あったな、こんなやつ。来い。何今の、お、炎だ。演出いいな。うわ、進化だ。懐かしい。懐かしい。アニメ物語冒頭の最初の方だけ使われたバルボーグ先輩やんけ。アクアチャージャーとか懐かしいな。うお、ラガイル、懐かしい。あの、何度もブロックできるやついんの？そういえば。あの、何回でもブロックできるやついたじゃん。あの、守護神みたいなやつ。あ、いいんだ。やべえ、俺、あいつ欲しくて仕方なかったんだ。うわ、グラフギュレ、懐かしい。ストームクローラー、懐かしいな。ダムド、うわ、ダムドとかデッキ入れてた。アンブッシュスコーピオン、いたな、こんなやつ。うわ、もう懐かしいのばっかだ。あ、出た、ボーンスライム。出たわね。相手のプレイヤー攻撃するとき、攻撃をこのクリーチャー破壊する。一番のブロッカーがね、なかなかいないんだよな。お、お、出た出たうわ、そうすれば俺がガキの頃めっちゃ欲しかったランバイルじゃねえかよ無限ブロック思ったより活躍しないやつな。あ、プロテクトフォースとかいた。あ、出た、おったな、こんなやつ。売ったら高いんだな。あ、デーモンハンド出た出たアニメ版でやけにシールトリガーで発動するデーモンハンドだ。え、でも結構いいの出たな、実際。回すぜ。え、もうまた虹色だ。メテオドラゴン、懐かしい懐かしい、こいつ。なんだお前、懐かしいな。あ、ミールとかおったな。うわー、ゾロパス懐かしい。おー、いたな、カースペンダント。持ってたわ。気持ち悪いなって思いながら使った。いやー、もうワクワクすんな。俺もう早くデッキ考えてー。来たーホーリースパーク来たー。ブルーレイザー懐かしいな。こんなやついたな。いた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 懐かしいな。いいね、いい引きしてるよ。これでラストだ、10連は。あー、今回虹出なかった、残念だな。クリスタルローソード懐かしい。うわ、いたー。うわ、いたなーお前。いたー、クニムさん。あったな、これ。なんで水タイプいいんだろうってずっと思ってたわ。ミラクルサーチあったな。エッキサーチ、あ、コッコロピアだ。かわいい。ドラゴンのコストをこれ低くするんだけど、毎回死ぬんだよな、すぐ。おっしゃ、誰も光以外の呪文を唱えられない。ヒューかっこいい。うわ、サイフォスとかいたな。あんま活躍しなかった、俺昔持ったけど。レビールいたな。一人につき一人こういうサポーターつくんか。めっちゃ懐かしいねんけど。びっくりした、今。このシルエットはってなったわ、今。ミミちゃん懐かしい。めっちゃ懐かしいねんけど。さ、次4ターン目。うわ、懐かしいお前、懐かしいなお前、いってー。はい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 。うわ、懐かしい、キバ男。読み方わかんなかったんだよな、昔。うわー、ギガゾール懐かしい。言ったらしてくれるやん。ありがとうな、登録。いや、ちょっと待って、こいつめっちゃ懐かしいな。こんなやついたな、そういえば。何が出るかな、スピードアタッカー。え？誰？うお、出た、ツインキャノンワイバーンだ。で、出たー。子供の時とりあえず使ってた。バトニングワイバーン懐かしいな。この頃はアンタップの今あんまりよく分かってなかったな。いい感じだな。じゃあ、今日は一旦配信終わりだ。次の放送は10時からだな。配信予定とかはコミュニティに貼ってあるので、よかったらそっち見に行ってくれ。
あちょっと待って懐かしい牛次郎、牛次郎って名前だけこいつ懐かしい、おったなこいつ、びっくりしたわ、俺どっかで見覚えるなと思った、いたなこんなやつ、なんかあんまり強かったイメージもねえけど、うーん、完全にかませキャラだったけどな、コロコロコミックの汚れ担当。